皆さんこんにちは、エビサーです。エビチャンネル、今回はビフラートのかけ方ということで、質問が来ました。ビフラートのかけ方について教えてくださいという質問がありましたので、それに答えようと思います。じゃあ自分は基本的にどうかけてるかっていうと、お腹と喉と両方使うような感じです。僕の感じはこのぐらいのビフラートが基本です、かけるとしても。で、例えば最近とかだとノンビフラートで演奏することも多いので、ノンビフラートの後に余韻としてビフラートをつけるような感じです。みたいなかけ方にも、こういうこのぐらいの響きでつけることが多いですね。で、これビフラートって難しいのは、じゃあどうやってかけてるのって言われた時に、僕も一応まごみ先生から口でかけるやり方っていうのを教わって、まあ、しばらくまごみ本館の時やってましたけど、もともと自分である程度ビフラートがかかってたんですよね。その自分のやり方でかけられてたんで、じゃあそこから発展させた方がいいかなっていうことで、僕は自分のやり方で発展させてきたんですけど、まあ、大体お腹と喉と両方使うような感じで、その塩梅どっちがどうっていうのは、その時のかけるビフラートによりけりって感じです。つまりビフラートって何のためにかけるかっていうのを、さっきしおりでとも話したんですけど、何のためにかけるかって言ったら、その曲層に合わせて音を作っていく一つの方法としてビフラートを使うわけですよね。だからこれが正しいビフラート、これが正しいかけ方だっていうのは、人それぞれあっていいと思うんですけど、大事なのはたくさんビフラートのバリエーションを持っていて、その曲その曲その表現ごとに合ったものを自分で選んでできるかどうか、つまりコントロールできるかどうかっていうことが大事だと思います。僕の師匠のセルジオ・アッツリーニに一回ビフラートどこでかけてるって聞いたら、やっぱり同じようにお腹と喉だなって言ってたんですけど、じゃあそれをどうやってかければいいかって説明しようと思っても、勝手にかかるようになったからあんまり分かんないって言われて、で、あ、やっぱそうだよなと思ったんですよ。僕もそういう感じなんですよね。ただその、まあ今言ったみたいに、お腹でかける、口でかける、喉でかけるっていろんなやり方があるっていうのは言えますけど、じゃあそれを何が正しいんですかって言われた時に、やっぱりバリエーションがあってコントロールすることが大事ですので、だからかけやすいビフラートのかけ方は人それぞれあると思うんですよ。自分は口でかけるのがいい、自分はお腹でかけるのがいい、自分は喉がいい、喉とお腹両方使った方がいいとか、いろいろあると思うんですよね。それを自分なりにビフラートっていうものを、今この例えば口でかけるのがいいのか、お腹でかけるのがいいのか、自分試してみて、でやってみるといいと思います。僕の場合、喉とお腹と両方って言いましたけど、喉だけっていう感じもできます。喉だけの方がもう少しこう幅が狭い感じになると思います。ちょっと僕がやると喉だけだとあんまりかかんないですけど、だこれを自分はそのお腹と喉の両方で、その塩梅によって変えてます。で、これがいろんな速さだったり、いろんな波だったりっていうものが変化をつけられることによっていいと思いますし、さらにビフラートをどうかけていくか、同じ音でもずっとビフラートをかけていくのか、それともノンビフラートからビフラートをするのか、ビフラートからノンビフラートをするのか、もしくは早いとこから遅くビフラートをかけるのか、遅いビフラートから早くかけていくのか、などなど、いろんなバリエーションが演奏の中では使えますので、まあ、まずやり方としては、お腹、口、喉、この3つのどこかでかけるのがファゴットの場合は、まあ、バリエーションとしてはあるのかなと。その3つで、この組み合わせかなと思います。これに関してはね、またこう演奏家何人か集めていろいろ話を聞きたいなっていうぐらい、ビフラートは人それぞれかけ方があるので、機会があったらビフラートのかけ方についてみんなで話してみたいと思います。
ということで、エビチャンネル、このようにファゴットを中心にクラシック音楽について様々なことを発信していきますので、よかったらチャンネル登録、そして高評価ボタンお願いします。また質問もいつでも受けてますので、コメント欄に書いてみてください。それではまた。